はい、皆さんこんにちは。今私は沖縄那覇新都心にいます。今からホテルを出まして、これから、那覇の代表的な商店街国際通りに初めて行ってきます。お楽しみに。はい、牧師という駅で降りまして、これから国際通り歩いてみたいと思います。シーサーが後ろにありますけど、沖縄っぽいですよね。はい、では行ってみましょう。はい、ここからが国際通りということになりますね。まあ、沖縄は今非常に活気づいていると、先ほど地元の人にいろいろ聞いたんですけども、観光客も非常に増えているし、それから移住してくる方も多くて、マンションもどんどん建ってたりとかして、不動産価格もどんどん上がっているというような状況ですね。そういう、地価の上昇率とかも日本一高いということですね。一方、この国際通りですけども、非常に人気があるんですけども、地元の人は意外と行かないというような話も聞きました。観光客、私みたいな観光客にとってはとっても、いいんですけども、もう人が多いから地元の人はあんまり行かないんだというような、話も聞いております。でも初めてなんでワクワクしちゃいますね。いろんな店があってね、お土産屋さんとかね。食べ物屋さん多いですね。琉球料理、アロハシャツ、かりゆしは意外と高いっていう話も聞きましたね。沖縄では要するに正当な清掃っていうんですか、だからワイシャツよりも高い。会社の偉い人なんかが着てるかりゆしは1万円以上する。あ、ステーキですね。 US ステーキ。沖縄はアメリカの影響を強く受けてますので、そういう歴史的背景もあってステーキ屋さんが多いですね。これはやっぱりいろんな店があって最高に楽しいですね、見てるだけで。なるほど、アグーの専門店。今日は何を食べようかなと思ってるんですけども、やっぱりステーキかなという感じがします。地元の人に聞くと、いくつかやっぱりお店を挙げてくれたんですけども、美味しくてリーズナブルだというのがいくつかね、あるわけですけど、やっぱり肉食べたいですね。こういう路地も好きなんですよね。カメラ撮ってるとよく見れないですね。よしあるしね。はい、今日はね、やっぱりステーキに行ってみたいと思います。いろいろステーキ屋さんはあるんですけども、非常にリーズナブルな値段で食べられるっていうふうに言ってるので、割と新しめのチェーン店みたいですけどね、まずちょっと初心者コースとして、ここの店に行ってみたいと思います。
はい、ステーキ到着しました。これから食べます。完食です。いやー、おいしかったです。満足です。本当リーズナブルね。はい、今やっぱりステーキでステーキ食べてきました。すごいね、リーズナブル。ほんと1000円で200g 赤身ステーキを、食べられて、ご飯、スープ、サラダ食べ放題だって。すごいリーズナブルだね。お得感あります。最高でした。